ワンちゃん、ポンちゃんがどいたら布団敷きますね。ジャン君、ポンちゃん、今日はたくさん留守番をありがとう。いろいろありました。朝10時40分の野外のライブですね。お祭りの、一つブースでライブをやるというのに参加してきました。結構早く起きて、なんかね、設営の準備の、設営のね、手助けというか、お手伝いしたいかなと思って、9時に行ってみましたが、終わってました。すごいね。この地域の一番やっぱり、そのアマチュアバンドなんかの世話をしている人が、身近にいるんですけど、その人が自分のバンドのメンバーで、それをやってくれて、他の人たちが、気持ちよくライブができるようにしてくれています。さすが。ということで、手伝いで、せめて、僕はですね、朝10時から夜7時過ぎ半ぐらいまでのライブすべてそこにいようと、まあとりあえずね、お客さんがいなかったら盛り上げなきゃいけないしとかっていうことで、結構大変だったね。年だなと思いました。腰にきました。で、マオイママさんは、昼過ぎから今度はパートに出なきゃいけないので、パートに行って、まだ今帰ってきていません。9時もう9時半を過ぎているとこなんですけれども、これから帰ってくると思います。ちょっとね、夜花火があってね、その花火を、なんかその施設の人が見たいということで、それに付き添いをしなきゃいけないということで、僕は帰りに、自転車に乗りながら、ちょっと止まっては見るということで帰ってきました。はい、もうあとはお休みです。じゃんくんもお休み。もうそろそろ治るかな。じゃんくん、それつけてんのつらいよね。はい、じゃあご苦労様でした。長々とすいません。ポンちゃん、今日もお疲れ様でした。そろそろお布団を敷きたいので、そこからどいていただけませんでしょうか。ポンちゃん。え、嫌だよね。お気に入りだよね、ポンちゃんね。なんでしたら、そのまんま持ち上げて片付けましょうか。ポンちゃんがどいたら布団敷きますね。